こちら見てくださ,いさっき言ったみたいに311東日本原発事故次今起きておる関西電力の問題東京電力関西電力いろいろあるわ原子力が限界に来てるということです原子力は限界これが原子力発電所を作りますね作れないですよ あの3115原発を動かそう言うだけでもえらい問題が起きるやん反対勢力が起きるようになっとるからそのずっと流れの根本にどこがあるチェルノブイリですチェルノブイリなんてあんな古いやないかそうロシアと白ロシアとウクライナが潰れる原因はチェルノブイリですよチェルノブイリつまり今も ヨーロッパへ放射能は飛んでます。ものすごい勢いで日本もそうや。東もう福島原発終わってもう終わった。嘘でしょ。嘘でしょ。だからどん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 汚染水っていうのはあのタンク置いてるじゃない。ほんでもうどんだけ綺麗になったあとはトリチウムだけやということになっても海へ流せない。皆さんは。 そんなところと関係のないところで立派な生活してもらえるから関係ないと思うかもわかりませんがどんどん増えていきますよ、このまま。ほんだら大阪の市長が、松井さんという人が大阪へ流しなれや、持ってきて大阪で流したまんがな、環境大臣の小泉なんとかという若い人が何も発言せえへん、だどうすんねやと、このどうすんねやということが問題なんです。原子力が限界まで来てる エネルギーが限界まで来てるこれは大切やエネルギーはいつまでもいつまでもあると思うかもしかりませんよ2300年前石炭が産業学を起こした「はあ世界はバラ色やこれからすごい時代が来るな石油もこれからも制限やどこでも単価どっぷりも運べるわ原子力発電所原爆を作った原子力がここや」 原爆を作った原子力が今や平和利用にされてんねや、これ。だからこんな島国で地震大国へものすごいたくさんの原子力発電所を作ったんですよ。今止めれないしやめれない。だけど焚きこともできない。限界ということはまさにそうや。その現実を知ってないと あなたは騙されるエネルギーの限界エネルギーがなかったら生活できないようになってしまってるんです先ほど言ったように立派な自動車を作ってもエネルギーでしょ船が動くエネルギーでしょコンピューターもそうや何でもエネルギーなんですかつては石炭石油原子力が限界や 消してくださいますかそこで、トランプが出てきよる、タブーの話をすると言ったんですが、皆さんにお話したときに、トランプ2期目大統領、点、だから2期目大統領に当選するまでは彼は恥をもしのんで命をかけてやりよりません、トランプ2期目大統領になったら、もはや恐れもらりない。これ 本当の敵は全力を尽くしてやる。だから時代があと1年数か月で大きく変化していくということが分かりますね。それじゃあこれからタブリズで話します。何をトランプは狙ってんのや。さっきお話したように、このピラミッド。ね。で、ここに貼っていただきましたが、石材だけでも一つで、一つで2.5トン。中の廊下、階段。 中心部のところの部屋これはすごい加工管使ってますね。総数が270まあダンプカーも何もない時代どうして運んだお誰もわからない誰もわからない下の寸法の長さ2 3 0ートル。 このここからここまでがそして角度がこうだで元の高さがこうだったおおあの元の高さっていうのはこの上の部分がかけてきてますから元の高さの場合は 146m 今一万数千年前あるいは数千年前にエジプト,トのピラミッドが作られたと先ほど申し上げましたけれども一万数千年経ってつまりピラミッドができて一万数千年経って 何がこれを抜いたと思ういつこの高さを1920年代です。なんやアメリカのニューヨークのエンパイア・ステート・ビューじゃない。抜いただけですせ。テスト、コンクリートの塊で。石だけでこんなの作れないよ、今も。だからさっき超人的なものやと言った。ということは、この地球に。 私たちとしては違う人間が来たということがわかるこれはピラミッドですがそれだけじゃないさっき言ったメソポタミア文明インダース中国の黄河今の中国人じゃないですそしてインカこれ南米やそうでしょう世界中私は知らない文明がいっぱいあるし海の中に沈んだラーマあラーマじゃないわ沈んだムー大陸やとかいろいろあるじゃない。 だからら私たちは何も教えられてないなんです。地球上の私たちでガシャ頭賢くてなんでもないけど嘘をややて言ってるわけですその子孫が生きとおる地球にやってきてもちろん人間とよく似た両足を持ってるわけですがその子孫が今も生きとおるこれをここに書いてあるネピリスティムですネピリム